第1回髪の毛編成作戦会議。はい、どうも、そらです。ということで、もう冒頭完全にね、テオトさんのベジータ一族作戦会議のパクリなんですけど、今回はね、髪の毛の編成を考える動画をやっていきたいと思います。主にね、ちょっと僕の思ってることを喋りながら、コメントの方で、まあ、どういったね、編成がいいとか、そういったね、今、意見募集をするような動画になりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。はい。で、とりあえず、髪の毛なんですけど、ようやくね、新キャラが来ましたね。まあ、ようやくって言うとおかしいんですけど、本当はね、国ベジも来てるんですけど、この子はね、ちょっとね、髪の毛の強化だったのかなって、だいぶ怪しいところがあるので、まあ、ちょっとね、僕の中では、まあ、除外してるキャラになるんですけど、まあ、青ビルスがね、こうやって実装されて、で、来週は、リミテッドの緑ベジータの覚醒と、で、その次の週かな、来週一緒に来るのかわからないんですけど、イベントさんのね、フリーザ編かな、復活のフリーザ編みたいなところのブルー悟空とブルーベジータが来るということで、神の木ね、4キャラ連続で来ると。でもしかしたらなんですけど、まあ系譜とかねみたいに、まあもう一体ぐらい覚醒来てもまあおかしくはないかななんて思ってるんですけど、まあそろそろね、まあ強化十分したでしょうって風に切られても不思議ではないので、まああんまり期待してませんということで、まあこれらのキャラクターが揃って前提で、まあ、神の木どうなるかというところとか、あと今の編成、まあ、緑ベジータまで、まあ、大体性能とかも見えてきてるので、そこら辺を踏まえて、まあ、どういった形で組むと環境でまあ、しっかり戦えるのかというのを、あと、まあ、考察していきたいと思います。で、とりあえずなんですけど、今現状ですね、各色の一番強いキャラクター、髪の毛のタグで一番強いキャラクターを集めてみたら、まあこんなもんかなと思っております。ゴッド悟空についてはね、まあアビ枠の最強ということで、一番右下に置いてあるんですけど、青であれば今出た青ビルス、まあアタッカーとしても最高峰の性能を備えていて、一応ね、まあ突がもし、貫突とかまで行ったら、まあ火ダメ 50% カットとかもあるので、まあ割かしね、まあ、場に出た時の気力減少を与えるとか、そういった能力と合わせて、まあ、少しはね、受けれるキャラクターにもなってくるのかななんて期待してますが、まあね、まあ、受けというよりも、どっちかというと、もう、がっつり攻め系のキャラクターですね。特殊カバチェンとかも特にないので、まあ、そんな感じのキャラクターかなと思います。で、極ベジ、これはまあ、両方いけるキャラですよね。まあ、紫の最強キャラなんですけども、まあ一応ね、回復とかできて、まあ耐久もある程度あって、まあ火力はまあ道路速とかも含めたら、まあとんでもないことになるっていうキャラクターなので、まあ間違いなくね、ここに置くかなと思います。で、まあ黄色はキラベジとゴジブルといるんですけど、ぶっちゃけキラベジの方が強いかななんて最近思っちゃってますね。まあ個人的に使ってみてなんですけど、まあゴジブルもね、もちろん特殊を絡めた動きとかね、まあ反則級に強いんですけど、いかんせんね、僕一応赤四凸とかで、赤四凸だっけ？赤四凸ですね。で使ってて、結構ね、耐久ガチ寄せのフラグとか、まあ、この赤ゴッド悟空とかを入れて、しっかり、ね、耐久ね、備えた感じで使ったりもするんですけど、まあ、にしても正直ね、全然耐えれないんですよね。ほんとね、もう即落とされるキャラクターになっちゃってて。で、別にいざ殴り始めても、まあ、特殊カバチェン向こうはね、もちろんめちゃくちゃ強い能力なんですけど、まあ、あんまりね、アーツが繋がるわけでもないので、相手からするとね、別に全然耐えきれるようなね、火力だったりするんですよね。究極とかを絡めるともちろん強かったり、必殺はとってもね、威力高かったりとかするんですけど、まあ、どっちかというと、本当、特殊頼りなキャラクターだなっていう印象は結構強くて、まあ、もちろん上位の方々とかはそこら辺もケアされた動きとかをするので、結構ね、その、まあ、いわゆる隠したがりとかにはね、すごくね、使い勝手のいいキャラクターなんですけど、まあ、そこまで噛み合ったらおしまいの今だとちょっとリスキーかなというので、あんまりね、使い勝手良くないなというふうには思ってたりします。まあ、そんな中ね、キラベジなんですけど、キラベジはね、一応、まあ、カバチェンの時の、まあ、射撃カットももちろんなんですけども、一応ね、火ダメカット 20% アップだったり、まあ、もともと常時 30% ついてるんですけど、特殊さえ切っていれば20カウントだっけ30カウントだっけ、ごめんなさい、髪の毛使い名乗っておきながらちょっと忘れしちゃったんですけど、30カウントですね。火ダメカット 20% とかもつくので、まあ非常に硬いキャラになるんですよね。意外とね、相手からしてもね、相手からしてもっていうか、こっちが相手してる時とかだと分かりやすいかなと思うんですけど、あれキラベジ硬くねみたいな瞬間がね、まあ体感されたことある方って多いんじゃないかなと思うんですけど、まあそんなようなキャラですね。もちろん特殊切って回復とかもあるので、まあゴジブルもね、出るたり回復っていうのは一緒なんですけど、まあそういったとこが優秀だったり、いざ特殊カバチェン向こうつけたかったら別にメイン切ればいいだけの話だったり、相手からするとちょっとね、キラベジに殴られて痛すぎるなーって時にカバ
ーチェーンするのも結局アーツドローされてね、結構リスクがあったりとかもするので、そんな感じで、まあ、とっても優秀なアタッカーで、なおかつ、まあ、耐久もある程度ね、まあ、期待できたりもするので、非常にね、まあ今優秀かななんていう風には感じますね。最近ね、改めて使ってみてちょっと強さに驚いたキャラの一つですね。で、緑枠については、今ね、覚醒の緑ベジータが来るので、それが来たら正直、まあ緑ベジータでいいんじゃないかなっていう気がとってもしているんですけど、まあただね、ザマロゼもやっぱりね、やっぱ通常 SP、まあ最強候補のね、一体としてね、まあむちゃくちゃ硬いし、ボール破棄とかもできるので、ちょっとね、口実しようと思ってたんですけど、神の木って受け枠がいないんですよ。踏ん張りも復活もいなければ、まあ、救出とかすらもいないパーティーなので、まあ、基本的にじっくり受けれるキャラクター、もしくはもう、爆速ライジンが来た時に耐えれるようなキャラクターとかが非常に欲しかったりするんですけど、まあ、このザマロゼであれば、相手のボール破棄で遅延させれたりとか、まあ、2周目以降も、まあ、飛んできづらくなったりとかもしますよね。で、まあ、爆速であれば全然このキャラ耐えたりしちゃうので、まあ、そんな感じで本当にね、優秀なキャラクターかと思います。まあ、結構好みによるのかな。緑ベジータない方はぶっちゃけザマロゼそのまま使ってっても全然悪くないんじゃないかなっていう気もしなくもないぐらいね、本当に優秀なキャラクターと思いますが、まあ、これね、緑ベジータが入るとじゃあどうなるのか。まあ、今のところ、公開されている情報としては、まあ、唾液の性能が上がりますよっていうことが結構書かれているので、まあ、ステータスの向上と全開アビが乗っかるのと、あとは唾液が上がるということで、あとはまあ多分火ダメカットも10%とかつくんじゃないかな。一応カバチェンジ 40% つくキャラクターではあるんですけど、まあ、それプラスでもう少し添えてつくんじゃないかなとは思いますが、まあ、そこのね、耐久もどれくらいか次第ですよね。カバチェンさえ入れば耐えれるようなね、ステータスとかのまあキャラクターになるのであれば、ザマロゼ正直、まあ、お役御免で、まあ、よっぽどこのね、アーツ道路速度2段階で殴れて、交代禁止究極打てるね、緑ベジータの方が優秀という風になるのかなと思います。一応ね、こいつ殴った後に味方のよだめアップもね、15カウントぐらいかな、ついてるはずなので、まあ一応、サポートもできなくもない。こいつで、ね、殴ってって、キャラチェンしてライジングで、色属性有利に打って、相手硬いキャラがいてもしっかりよだめ上がってるんで落とせますよ、みたいなね。10カウントか。10カウントか短いな。まあもしかしたらここね、変わるかもしれませんが、まあそんなようなキャラクターですね。あと一応、髪の木に対するね、特攻を持ってるキャラクターだったり、ユニフラがとにかく強いキャラクターだったりするので、そこら辺でまあもしかしたらっていうか、まあ普通にね、こいつの方が強いよねってなる可能性も高いですね。はい、こんな感じですね。究極とかもしっかり上がるし、まあ、防御も上がるし、神の木またはこれベジータ一家の方でもできるんですけど、1人につき打者高な、8% アップつけれたりするので、まあとっても強いですよねというね、キャラクターですね。本当にね、期待のキャラかなと思うんですけど、まあそんな感じがね、一応ね、緑の候補だと思います。赤は、まあ半回しかいないかな。うん、正直今半回しかいないんですけど、まあただ別になくても、極ベジのベジータ側が実質赤みたいな仕事をしてくれるので、まあ抜いてる方も多いかなと思います。一応ね、こいつ入れてあげると、僕前シーズンこいつめちゃくちゃ活躍してくれて、ゴッドを入れたっていうね、ちょっとね、そんな感じのね、結果があったりするので、個人的にはね、とっても推したいキャラではあるんですけど、別に無理に、入れる必要のあるキャラクターかなと言われるとそうでもないかなってキャラです。いっそここの枠を、全開アビリティのキャラクタービルスで普通に緑ベジータ強化してあげたり、キラベジ紫染めとかを見て強化してあげて、青紫とかも強いですよね。だったり、普通にね、今のね、青ビルスをがっつり強化してあげてっていう形でもいいし、系譜とかを相手として見るのであれば、こういう形でもよかったりしますかね。あとは普通にザマースかな。ザマースで、まあ、極ベジが一番ね、多分選出回数多いと思うので、まあ、安牌に乗せながら、まあ、一応アビリティ上も一番強いかな、このキャラクターが。という感じで乗せてあげたりとか、まあ、そんな感じにはできたりするんですが、っていう枠なんですけど、まあ、一応赤は半回ザマースっていうところですね。はい。で、ここからまさにね、意見募集したいところなんですけど、ぶっちゃけ、受け枠の不在について皆さんどう思われますか？もう、いっそのことね、別になしで、ご利用せるようなね、本当にね、効果力っていうか、まあ、攻撃性能高いキャラクターが増えてくれたので、まあ、主に、青ビルスと、ベジータになるんですけど、まあ、ここら辺いれば、ぶっちゃけ、まあ、ご利用しで戦えるから、まあ、スパサみたいにね、受け枠なくても十分じゃないかって思われる方がどれくらいいるか、あるいは、もう、いっそのことね、ここね、もうタグ無視しちゃおうかみたいなね、黄色であれですね黄色で未来で、はい、この人ですね
まあ一番安牌ですよね。まあこれでこうするんだったら別に極ベジ未来とかでもいいんじゃないか説がね出てくるんですけど、まあねやっぱね石板ご飯本当に未だに優秀な受け枠キャラで、一応まあ緑ベジータとかともね色相性が良くてっていうキャラクターなので、まあこうやって採用してあげるのも本当に、ね、いいんじゃないかなっていう風にも僕もね思ったりするんですよね。ぶっちゃけこれでねしばらく回ってもいいかなってね、そんな風にね思っちゃうぐらいね本当に、ね、優秀なキャラクターだったりするので、やっぱりねこうやって受け枠のキャラ取った方がいいんじゃないか。まあ、ここの枠はねそれこそ今回出た紫のジレンとかだったとしても、ライジング受けれるし、まあ、極ベジと紫で被りはするものの、正直ね極ベジ紫であって紫じゃないキャラクターなので、なんかさっきも似たようなこと言ったんですけど、まあ、そんなキャラクターなので別に紫被りしても全然問題ないんですよね。これでじゃあ黄色出せば有利じゃんって思って相手出してきたところで、こっち別に極ベジのベジータ側で攻めちゃえばいいってだけの話に なるので、まあ、そんな感じでね別にダブル出しもできるので、ここに紫のそういったね受けキャラも採用できると思うんですよね。復活ご飯とかもそうかな、一応まあ復活キャラで、まあ、ちょっとねビルス出た影響で肩身狭くなるかなとも思うんですけど、髪の毛だけで見るのであれば別にベジータがね相手のビルス縛って落としちゃうので、あんまりね僕正直対面でビルス出したいかというと出したくないんですよね。なので別にそこはあんま気にしなくていいと思うので、まあ、そんな感じで出せたりとか、まあ、極ベジで結局と復活阻害あるので、まあ、そこもどうかなって思いながらも、カツメシやっぱりね復活で最強ね能力があって、まあ、特殊、まあ、髪の毛って特に特殊が強いねパーティーですけど、特殊を引っ張ってきたり、まあ、待機短縮で普通にね管理もしやすいですよね。ライジングを確実に受けれるキャラクターとしても使いやすい、必殺もドローしてきますけど、その必殺にも待機短縮ついてると。で、まあ、変身後はもちろん強いですが、あとはメインさえ切ってしまえば味方全体のねよだめサポートとかもできたりするので、全然ねこの攻撃的なパーティーに復活ご飯をリーダーにさせてあげるっていうのは僕は悪くないかなと思ってますっていうね、受け枠必要か必要じゃないかって思われている方がどれくらいいるのか、ぜひぜひね知りたいので、コメントとかで、ね、いただけたら幸いでございます。ちなみに僕はどちらかというと受け枠必要派の方ですね。本当に純髪の毛で組めないのがちょっと嫌なんですけど、それでもさすがにないとね、まあ、1万位とかね低い順位帯を取る分にはぶっちゃけ何でも取れるかなって思っちゃうんですけど、高い順位取るには相当ねスキル高くないとちょっとゴリ押しだけではねしんどいかななんて気がしたりしてますね。まだ使ってないのでね分かんないんですけどね、普通にスパサみたいにね強すぎてね全然ゴリ押ししてるだけで戦意とか取れちゃいますよってパーティーになるかもしれないので、そこは全然分からないんですけど、まあ、現状でねどう思われている方がどういう風に思われているのかっていうのはねぜひぜひ知りたいところであるので、ぜひお願いします。もしねそこでねコメントが結構集まれば、まあ、別でね動画化してまとめていきたいかなと思っているので、はい、ということで最後に話したいのが最後に話したいって言いながら2点あるんですけど、なんか微妙なんですけど、極ベジについてっていうところと、あと、アビ枠についてってところをちょっとね、話して、まあ、意見が欲しかったりするところとして、お話ししたいなと思います。まず、極ベジについてなんですけど、まあ、このキャラね、1キャラで、紫とね、赤の仕事をこなしてくれるので、まあ、普通にね、キャラパワーとかも考えて、まあ、必要なんじゃないかなっていう風にも思うんですが、言うてね、いやどうなんだろうと思うところがあって、それこそさっきみたいな形で、ゴリ押し型にしたり、ゴリ押し型に、ライジング受け方か、リーダーに例えば石腕とかを入れたパーティーとかで使うんだとしたら、いやーどうなんだろう、まあ、緑ベジータは正直まあウルゴジ環境なのもあってほぼほぼね戦術必須になってくるかな。他のパーティーとかを見てっても紫染めとか相手でもね正直極ベジのベジータが縛れたりとかして、でまあリーダーが石腕とか、あとまあ石腕じゃなかったとしてもね、まあキラベジとかだったら紫染めは相手に出すと思うんですけど、そこをねしっかりねサポートしてあげるにも、まあ緑別にいて全然悪くないかなと思うので、そんな感じで使うかなと思います。であとはまあ青枠に正直ビルスを入れて、まあ固定でねガンガン攻める形で使っていくとなると、極ベジ抜く形って別になくはないのかなって思ったりして、実際ねまだ全然使えないのでわからないんですけど、いやそこら辺についてね皆さん編成どう思われてるかなっていうのが非常に気になったりするので、ぜひぜひねご意見が欲しかったりします。まあ極ベジないとな相当辛い気もするんだけどな。
ぶっちゃけ辛い気がするんですけど、うん、それをね、正直、その、アビバク、前回アビバクに割いてしまって、まあ、例えばなんですけど、まあ、ここに、石腕、出すのめんどくさい。出すのめんどくさいから、ちょっと許してほしいんですけど、こんなとか、こんなとか、まあ、石腕じゃなかったらこんなとか、ってしてもね、正直ね、アビサで結構ね、戦えて強いんじゃないかななんて思ったりして、最新のキャラクターと、まあ、環境的に刺さる黄色をしっかり入れてあげてみたいなね、もう本当神の木だから使える強いキャラクターをがっちり強化してあげるっていう形はどうなのかななんて風に考えたりするので、そこら辺ぜひよろしくお願いします。あと最後は、アビ枠についてですね、アビ枠、いや、どう思いますか？誰が一番いいんだろう？仮に極ベジを入れてる形だとして、うん、こういう形だとして、どの色を強化するのがいいのかな。今の環境だと、まあ、正直青がとっても強いので、まあ、ベジータを、ね、強化するビルスを入れてあげるっていう形になっても全然悪くなさそうだけど、これね、シャイキアビとかだったりするので、まあ、他のキャラクターたちとの相性はまあぼちぼちかなっていうところだったりしますよね。で、黄色強化してあげるとすると、まあ、それこそゴリ押し型になっちゃうのかな。他のまあ、極別に抜き型じゃない限りは、ここにはキラベジとか、うん、正確にはここでビルスをリーダーにしてあげた方が多分、あと必殺ヨダメージアップのアビリティがかかるので強いかなと思うんですけど、まあそんな感じでやっても、まあ黄色も刺さるパーティー多いから強いのかな。まあキラベジ特にね、相手受けきれなくなったっていう時にキャラチェンをしてくれるとね、進化を発揮してくれるので、まあそんな感じで強化してあげるのは全然悪くないことかななんて思ったりするので。で、一応このね、ゴッドベジータが打撃明けだったりするので、今の打撃環境に対する防御力の、向上だとか、あと、このパーティー一応、まあ、キラベジと極ベジのベジータ以外は、大気だったりするので、そこも強化してあげれるっていうのは非常に強いかなっていうところで、まあ、アビリティ、普通に Z アビリティの方も悪くないっていうキャラクターだったりしますよね。で、ブルー。うん、ブルー入れるとなると、まあ、ビルスを強化する形。で、またこいつも射撃上げになるので、ちょっとそこがあれなんですが、まあ、ビルスをどんな相手で想定し出すかですよね。まあ、系譜とかには出したいなーって思いつつ、あとなんだろう、未来は出すのかなー。わからん。正直わからん。わからんですけど、まあ、そんな感じでね。まあ、青はないのかな。どうなんだろう。そこら辺も意見欲しいです。あとは、一層なんだろう。ビルスがリーダーになるでしょ？ビルスがリーダーになって、ここがキラベジになったりしたら、別に、あ、まあ、カマちゃん入れちゃった。うん、になったとしたら、別に、それこそ他キャラじゃない、HP 上げでもいいのか。HP 上げのキャラクター、サイヤ人とかで、入れてあげてもいいのかな。あと、あれか、防寒着ベジータとかでもいいか。そんな感じで、もう、いっそのこと HP を強化してあげて、もう耐えちゃおう、みたいな編成もありなのかなって思ったりとか。そういったね、アビ枠にも非常に悩んでいて、僕、個人的には極ベジがいるんであれば、ぶっちゃけ極ベジ全開日乗らないと、ちょっとね、なんか微妙だなって感じる時がとっても多かったり、戦績から明らかに多いキャラクターなので、まあ、これが安牌かなと思ったりするんですけど、まあ、どんな風に思われている方がいるかなというので知りたかったりするので、ぜひぜひいただけたら幸いでございます。はい、ということで今回はその神の木の編成について作戦会議という形でお話をいろいろしていきました。ちょっとね、まあ、悩み中心にいろいろ話してしまったので、あんまりねお届けできるお話っていうところではなかったかなとも思うんですけど、何かね、まあ、一応ね、一神の木ユーザーとして、まあ、思っているところが、まあ、伝わって参考になるところがあれば幸いでございます。ぜひぜひね、みんなでね神の木盛り上げていきながら、まあ、理想の編成みたいなのを見つけてね、やっていけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。ということで今回はこれで終わりたいと思います。よければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。